ベンゼル・ロベルト・フォン・ガレンベルクは、オーストリアの作曲家。主にバレエ音楽を作曲し、作品は、ウィーンやイタリアで上演された。ガレンベルクは、ウィーンに生まれた。幼少期から音楽へ関心を示し、公的なキャリアを歩まなかった。ベートーベンらを教えたヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーに、作曲を支持する。1801年以降は、作品が出版されるようになり、 ピアノ曲や還元楽曲を作曲した。1803年11月3日、女伯爵、ジュリエッタ・グイチャルディと結婚。彼女はベートーベンの弟子であり、1802年にピアノ・ソナタ第14番を検定された人物である。夫妻は1805年にナポリオ王国へ移り住み、同地では5月31日にジョゼフ・ボナパルトの栄誉を称える演奏会を催した。 大半を自作曲で揃えたこの催しは好評を博し、1806年初めにジョゼフ・ボナパルトがナポリ国王の王位に就いた際、ガレンベルクはバレエ監督に任用された。こうしてナポリの宮廷劇場の音楽を任されたガレンベルクは劇団のレパートリーを拡張した。1821年、当時ナポリの宮廷劇場の支配人を務めていた。 工業主のドメニコ・バルバヤが、ウィーンの宮廷劇場であった、ケルントナー東和劇場の支配人を任されることになった。ガレンベルクも、ウィーンへと赴き、同劇場の運営委員会の委員長に就任、音楽記録の保管任務を担った。1829年1月には、ケルントナー東和劇場の沈釈人となったものの、ガレンベルクの経済的混乱により1830年5月に、 この取り決めは終了となった。その後の年月をイタリアとフランスで過ごした後、1838年にローマへと隠居して1839年にこの世を去った。ガレンベルクは約50作品のバレエを書いている。著名な作品を夏季に抜粋する。注釈出展。ありがとうございます。